シニーチャンネルです。今日はついに学校授業初日ということで、語学堂の初登校の様子をお届けします。まあ初登校って言っても寮の横にすぐ語学堂の教室があるので、もう本当にすぐそこで、実際にこの前も教室の時には行ってるんですけど、どんな様子かちょっといろいろお届けできればと思います。では語学堂に入っていきたいと思います。これちょっと後日撮影した動画なんですけど、私は上の階に教室があるので、本当はエレベーターで行きたいところなんですが、いつも結構並んでいるので階段で登っていきたいと思います。初日授業三線に目が優しかった。初級すぎる授業。でもそれじゃないとついていけません。授業を終えてきました。本当に基礎の基礎の授業で、ハングルの成り立ちかな、いろいろ今日授業やったんですけど、まあ、最初は多分ちょっと余裕で追いつけて、多分だんだんやばくなっていくかなと思うので、このまま1級で授業を受け続けたいと思います。こちらが教科書で、こんなに分厚いんですよ、2種類。携帯のクリップとかカード、カーカンがいるのありがたい。カバン、ファイルを買いました。とペットマイボトル、水筒もあったのですごい便利。ユッケ丼を持ち帰りで、まだ
外人登録ができてないから宅配ができないんですよね。ペダルだからちょっと歩いていくしかなくて、ちょうどいいところを見つけたので、すごいしっかりとしたタッパに入れてくれてる。こんな感じです。チャルモゲスミンです。はい、授業を初めて受けてきての感想なんですけど、私のクラスは11人で、いろんな国籍の方がいて、日本人3人と中国人かな、国籍わかんない方もいるんですけど、ロシア人の方とかいろんな方がいました。で、まあ、授業のレベルとしては1級初級からなので、本当にハングルの基礎から、ハングルの成り立ちから軽く説明されて、で、あーとかおーとか、ハングルのそういうところから発音とかをしっかり一緒にしていくところから始まりました。で、まあ、簡単な組み合わせ、カーグーとかオモニとか、そういう単語から学んでいってる感じですね。1時半から5時半ぐらいまで授業があって、まあ、今日はね、あっという間に終わりました。なんか最初入学式的なのもあって、それで、まあ、概要いろいろ説明されて、オリエンテーションみたいな、で、その後授業が始まって、結構夕方とかなると、大学の時とかもそうだったんですけど、結構眠気が来ちゃうので、そこはちょっと睡魔との戦いだなと思ったんですけど、まあ、朝とその夕方以降は自由に行動できるから、まあ上級中級からは逆に朝からもう昼で終わるから、昼以降は、ね、自由に活動できて、それもまあ半年経ってバイトできるようになったらいいなって思いました。なので、しっかり基礎から、ちゃんと発音から、やっぱり韓国人の発音を生で目の前でちゃんと聞くっていうのがすごい大事だなと思ったので、やっぱり同じおーとか若干違うっていうのが、しっかり今日違いが分かったので、そこからちょっとしっかり頑張っていこうと思います。また今後の様子もしっかり YouTube でお伝えするので、よかったらチャンネル登録といいねボタンお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。